もや、俺が子供の頃体験した話。ある夜、多分真夜中かな。気がつくと、家の近くの神社にいました。五六歳だったんだけど、どうしてここにいるのかなって思いました。でも、子供だから早く家に帰らなきゃと家に向かったんです。歩いていて気がついたんですけど、なぜか裸足でした。足は痛いし、早く家に帰りたいし、なんで真夜中に神社にいるのかもわからないしで、もう混乱しまくり。ふと気がつくと、真っ黒なモヤモヤ、影みたいなものの塊がずっと後をついてきます。そのモヤモヤは、わーわーがやがや言いながら、ずっと家までついてきました。何を言っているのかまではわかりませんでした。喧騒のような感じでしょうか。家に着いて自分の寝床に入りました。当時は両親の間に自分の布団があって挟まれるように寝ていました。そのモヤモヤは寝床に入っても自分や両親の頭の上でずっとうじゃうじゃしながら、相変わらずわーわー言っていました。両親は全く気がついていないようで、ぐーぐー寝ていました。怖かったけど、これは夢だと無理やり思い込んで、気がつくと朝になっていました。目覚めてみると、部屋はいつも通り。なんだ、夢だったんだ、と思って、母親がいる台所に行きました。すると、友達が朝大勢帰ったみたいだけど、いつの間に呼んだの？みんな笑いながら帰って行ったよ。そう言われたんです。あれは現実だったんだ。足の裏も見たら真っ黒になっていました。結局、あのモヤモヤが何だったのかはわからないんですけど、本当に不思議な体験でした。なんで夜中に神社なんかに一人でいたのか。その神社は今でも普通にあるなんてことのない神社なんですけど、なんか今でもはっきりしなくて気持ちが悪いです。いえい。三ヶ月前の成人式の時、自分は家を持って行ったんだ。中学の時、心臓発作で死んだ近所の連れの。そいつと俺とは親友同士で、毎日のように遊んでいた。そんな連れと、こんな形で成人式に出席するとは思ってもみなかった。市長の挨拶なども終わって、式の終わりくらいに、クラスメートほぼ全員で集合写真を撮ったんだけど、後日、その写真を現像してみたら、俺の手の中の連れの入江が笑っているんだ。無表情で写っていたはずなのに、怖いという感情があまりなくて、ああ、久しぶりに、みんなに会えて嬉しかったんだな、そう思っていた。でも違ったんだよ。その集合写真で、俺と連れの横に写っていた子が、しばらくして亡くなったんだ。その子は、当時連れが好きだった子だった。もうすぐその子に会えるから、嬉しかったのかな。岬で見た悪夢。
特に霊感があるわけではないんですけど、4年ほど前の、まだ夏と呼ぶには肌寒い頃、当時、二人で朝日を見るというシチュエーションに憧れていて、あまり乗り気ではない彼女と一緒に、当時住んでいた地方都市から車で3時間くらいの岬までドライブをした。駐車場に到着をしたのが4時頃だっただろうか。他にも車が数台。まだあたりは真っ暗で、携帯の天気予報では日の出まであと1時間近くあった。外は寒いし、眠い、と機嫌が悪い彼女を車内に残して、俺だけが朝日スポットを探しに岬に向かって散歩をした。なんだか嫌な空気を感じて、そそくさと車に戻ると、彼女は助手席で爆睡。仕方がなく、俺も運転席のシートを倒して眠った。結局、2時間以上は眠ってしまったと思う。もう朝日が昇っていた。夢を見た。詳細は覚えていないんだけど、赤いコートを着た男が登場したことと、とても後味が悪かったことは、目を覚ましてからもおぼろげに記憶にあった。ほぼ同時に起きた彼女が、真っ先に言った言葉。すごく怖い夢を見た。赤いコートを着た、知らない男の人が車の窓を叩いて。うわ、それ以上言うな、帰るぞ。彼女の言葉を遮って、車を発進。市街地に降りてから、似たような夢を見たことと、怖いから詳しい夢の話はやめよう、と、二人で話して帰路に着いた。後から地元出身の友人に、そこが自殺の名所であることを聞いた。それ以来気味が悪くて、その岬には行こうとは思わない。妄想癖。学生の頃の話なんだけど、クラスに少し変わった奴がいてさ、一部の奴に軽くいじめられていたんだ。勉強ができないわけじゃなくて、多分妄想癖があるみたいで変わったことを言ったりするんだ。俺はいじめていなかったし、そいつとも普通に仲は良かったとは思う。ただ会話についていけないことはたびたびあった。彼が言うには、宇宙人はすでに地球に住んでいるとか、幽霊の恋人ができたとか、空を飛べるようになったとか、俺には理解しがたいことを真面目に話しかけてくるんだ。これが延々と続くもんだから、さすがに俺も少しイラついて、彼に、じゃあ証拠を見せてくれよって言ってしまったんだ。彼は、よし、後で見せてやると言って、その場はそれで終わった。だけど俺は、次の日にはそのことをすっかり忘れて、普通に接していた。一週間ぐらいしてからだったと思うけど、彼が優子、これは幽霊の恋人の名前らしい。その優子と一緒に夜空を飛ぶと言い出した。また始まったと思った俺は、素っ気のない返事をしたんだが、まあ多分勘がいい人だったらもうわかると思うんだけど、その夜彼はビルから飛び降りた。彼が飛び降りてから10年経つが、毎晩のように証拠を見せに来る。彼女の優子と共に。
Thank you.